はい、今回はアリアの、攻略のポイントみたいなところをね、紹介できればと思って。で、これ今壁に矢印あるんですけど、その方向に強制的に動かされてしまうんで、まあ、どこ狙ったらいいよってのを言っていければって感じですね。これ、このステージは左側の下から4番目ぐらいの矢印のところの壁を狙っていけば、だいたい、まず最初は1体倒せる。これキャラによっちゃまあ一筆書きできるけど、スピード型とかだったらね、いけますけど、で、敵消えたんで分かりやすく、これ4番目ぐらいですね。4番目ぐらいの角、この壁、使いながら行けば倒せる。1手2手ぐらいで倒せるね。で、次が、次は狙いたいのはここら辺、その左、端っこやね、両端ぐらいを狙えれば、パネルを踏んだ上で、両端ぐらいを狙えれば、理想。倒せてないけど。まあね、ここも慌てることないんで、しっかりパネルを踏んだ上で、ここら辺適当に狙っていければ、ここまではそこも特に考えることもないかな。次もそこまでないか。で、次は、同時倒しなんですよ。右下のと左上のが。なんで、同時に倒すのはまあ難しいんで、一体ずつ倒してもいいんですけど、できたらまあ、一体ずつ倒したら揃うんで、まあいいか。これが揃えるパターンですね。揃えた時のパターン。なんで、揃えた上で、上の加速床に乗って、次の方が配置がいいか。ちょっと今のは下手くそすぎ。これ今は失敗でってことで。で、倒した上で、この下の真ん中ぐらい、弱点を通れるぐらいの角度ですね。こう行って、ここでしっかり揃えて貫いてやったらいい。え、次のステージが結構鬼門で、パネルを踏んだ上で、この反射化して間に挟まってやるって感じなんで、まあ、ここの3つ目、パネル踏んだ上で3つ目を、どっちともね、こっちの3つ目、そう、右から3つ目、こっちやったら左から3つ目を狙えればいいんですけど、それか、こっちで、反射化して左壁に入る。打ち方、どっちかですね。これ完全にちょっと、マッチングアプリしてしまっただけなんで、あれですけど。どっちかっすね。これダメね。これは狙ったやつじゃないんで。で、こういいね。狙いやすいんで、三つ目ね。ここ三つ目ぐらいをパネル踏んだ上でやってやれば挟まれるって感じ。ちょっとね、時計あって分かりにくいですけど、見えるとこで言ったら、二つ目ぐらいなんだけど、三つ目ね。あ、今、失敗。狙い目としてはそういう感じ。ちょっとパネル踏んでから三つ目ってのはちょっと難しいのは難しいんですけど、あくまで狙いはそんな感じって。で、このステージは、パネルを踏んだ上でいっぱい雑魚を倒さないと、一旦で死んじゃうんで、この敵の攻撃が結構痛いんでね。これ食らったらわかると思うんですけど、2体でも結構こうやってえげつなく食らうんで、パネル踏んだ上でね、もう1ターン目だけちょっと回避すれば、あとはもうどうでも倒せるんで。やっぱね、スピードアップのキャラ連れていくと全然違うよね。こういうとこで。で、ボス戦ね。まあ、ゆっくりやってますんで、時間かかってますけど。で、ボス位置はもう簡単で狙うとこは、もうここ。ここか、一番端っこですね、両端を狙っていけばいいですね。これも踏まなくても勝手に踏んじゃうんで、パネルも。で、雑魚処理してしまって、それからはもう、あと、もうボス打つときも一緒でいいかな。もっといい打ち方もあるけど、これが一番
楽というか、何も考えずに打てるんで、1、2回ぐらいね、こうやって切り裂けるんで。そんな簡単かな。確実に倒せるって感じ。変に狙い行ってもね、倒せないこともあるんで。はい。我が心に燃えるは復讐の炎。はい、次。次は、まず雑魚処理して、雑魚処理してからやね。雑魚処理して、反射化して上に入るっていうのがあれですけど、まあ、雑魚処理した上でならもう、横上がりで叩いていってもいいかな。横上がり叩くか、この端っこ。今目の前、一番こっち側ね、端っこ、左端か右端、矢印の、をつくの、これだったら右端やね、本来言えば。で、反射化した上で右端を打つのが一番理想やけど、ちょっと難しい場合はこうやって、こうやってってたまたまやけど、パネルいっぱい踏んで、もう横上がりとかでもいいんでね。ターンがちょっと短いんでね、こんな感じで本当、これでも全然ダメージ出る。ここそんなにまた考えないでもいいっすね。これでも十分やっつけれるって感じで、ラスゲー来ましたね。ラスゲーはまず揃えるかっすね。1体倒してまたあの前のステージみたいに揃えるか、まあこうやって2体同時に倒すかで、呼び出された雑魚を次は、同時じゃなくてもいいかな。これは蘇生ないんで、片方ずつでもいいんで、パネルを踏みながら、しっかり倒して、で、雑魚処理済んでから、アリアに行きましょうかね。で、弱点のところ、ここに、剣パネルを踏んでから行きたいって感じですね。弱点を横で貫けるような感じ。てしまう、こんな感じで、まあ、クリティカル出てしまったけど、パネルを踏んでこの弱点を貫くって感じ。まあよくまあうまく伝わったかどうかわからんけど、こんな感じでやってみてください。